もう疲れたな。いや夏開幕。バーバ潰して抜くとダメージ減るんで、太軸の針はもうバーブがあるだけで抜けなくなっちゃうんで、どうでしょう、40ちょっとぐらいですね。そんなにめちゃくちゃ出なくはないけど、トップでパッドで連れてくれたから嬉しさ倍増ですね。引っ張ってるのをこう聞いて確認して思いっきり合わせる感じですね。出るだけ出てルアーそのまま置いていけばいいっていうことが結構あるんで、こう出た瞬間でこうルアーが見えなくなっても食ってるとは限らないんで、合わせるとすっぽ抜けて危ないですから、その辺の配慮は大事ですね。特にこうまだシーズンが始まって間もない頃っていうのは食い寝することはあるんで、また小さいやつがこう出たりして、まあ、うまく食えなかったりとかいうことは結構あるんで、シーズン早いですから6月後半なんで、様子見にまだもう出るかなっていう感じで来て、今はだいたい2時半ぐらいだと思うんですけど、こういう感じの天気で、まあ、今はちょっと雲に太陽隠れて、さっきまでかなりあの日差しが強くてこう結構じりじり来る感じで夏っぽい感じの天気になってたんで、もう一発あるかなっていうことで、来てみました。したら狙い通り出ましたね。抜いてとかフィールドによって全然状況が違うんで、まあ、この場所は僕的にはこう夏のフロックをするための場所なんですけど、今向こうでもなんかちょっとやりましたね。そういうふうにこうやりたいことによってポイントを使い分けていくっていう、まあ、そういうちょっと贅沢な遊びをできますね。こうシーズンに入ってくると、でタックルなんですけど、PE の60ポンドオルトロス、サオはサイドワインダー、ブッシュバイパーと、これ結構いろいろ言われてるサオですけど、7フィートでスローティーパーでスパイラルガイドっていうかなり特殊なサオですけど、あのさっきみたいにやっぱトルクはね、バスロットでは一番だと思いますよ。40ぐらいでそんな大きくなかったですけど、パッドに巻かれても出せるし、でリールはまあ安物バスライズ、もうこれでも十分、まあ、40メーターぐらいは飛ぶんで、もう十分ですね。でもうこれはもう PE 専門のリールなんで、1年中これ巻いてます。夏しか出番はない。一番の肝はまあこれやる方やったら結構分かってると思いますけど、もう絶対 PE ですね。 PE 以外ではこの釣りは成立しないと思っていただいた方がいいと思います。まず大体伸びたら絶対にカバーから出せないですし、投げた先でも割とクイックにアクションできるっていうのもあって、もうこれは絶対ですね。僕の場合ダブルクリンチノットで結んでハーフヒッチ5回で直結です。まあ、この釣りはもうリーダーいらないんで、直結の方が断然いいです。糸のちょっとしたゴミも必ず持って帰ります。アトリーさっき言ってきたんですけど、さすがにルアーのゴミとかワームの袋とかまでは落ちてないですけど、タバコの吸い殻がねすごい、もうちょっと喫煙される方ポイ捨て考えていただきたいですね。携帯灰皿持てばいいだけだと思うんですけど、なんかできない理由でもあるんですかね。一回釣ったらワーム結構ボロボロになるんで、逆に刺して再利用、まあ、こう水中を泳がせる釣りではないんで、まあ、音とシルエットで食わせる釣りなんで、まあ、逆でもそんなにめちゃくちゃ差はない感じですね。よっしゃ来た。一発ですな。
思いも強いますね。なんでこのフロックじゃなくてこういうワームを使ってるかっていうと、こうポケットにこれだとこう入れられるんですよね。で水中でこう提灯みたいな感じでやると、まあ、食い虫したやつがこう食ってきたりとか、そういうやつがあるんでこれを使うようにしてます。でアクションなんですけど、こう投げて、僕の場合こう若干こうシェイクしながら巻いてきてます。まあ、なぜかというと、まあ、引っかかんのをこう外したりするっていう意味もありますし、あとはこうシェイクすることで結構音が出るんで、こうやる風にしてます。まあ、ただ巻きでも全然いいと思います。なぜ僕がこの釣りでフロックじゃなくてこういうシャットテールのワームを使ってるかっていうと、理由が3つあります。まず1つ目、動画でも説明してる通り、一回こうポコンって出て食いミスすると、そこに水草がこう分けられて穴ができるわけじゃないですか。そこを次のキャストで狙ってその穴にフォールさせると、さっきミスったやつがバイトしてくることが多々あります。2つ目、フッキングですよね。フロックってどうしてもこう持ち込んで、あの形状なので、なかなかこう針に、特に小さいマスとかだとかかりづらくなることが多いと思うんですけれども、ワーム素材なのでとりあえずまあ口の中に入っていればどっかにはすっぽ抜けっていうのは非常に少なくなります。3つ目、これ一番大事です。フロックってどうしてもこちらの操作によってこう音を出したり水押しを出すルアーで、こういうシャットテールのワームの場合は水面でパッドの上を引くと、このテールがコポ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 と非常にこう生めがしい音を自発的に出してくれます。こちらの操作ではなく、ワーム自らがテールを振ってその音を出してくれるっていうところが非常に重要です。魚ってこうパッドの下から見ててもこう動かしてるものって多分わかると思うんですよ。まあ同じところをフロッグで投げてたのにこっちに変えた途端バイトが出るっていうことは多々あるので、全然効果が違いますね。当然僕もフロッグは好きでよく使うんですけれども、こちらの方がやっぱり出番が多くなってます。その中でもなんでこのバリキシャット、他にも多分ハートテールとかドライブシャットとかあると思うんですけれども、なんでこれを僕が好んで使ってるかっていうと、これあまりこう潮が入ってないんですね。なので浮力が結構高い。ドライブシャットとか、まあ、ハートテール、まあ、これもそうなんですけど、水中を引くことを前提にしたルアーなので比重が重く作られてるんですけれども、そういうあの比重が重いルアーを水面で使うとパッドに引っかかったりとかして使いづらかったりするんですけど、これはちょうどいいバランスで非常に使いやすいです。パッドがそんなに濃くなければこれ単体でもいいんですけれども、結構濃い場合とか、あとまあどうしてもあの結構消耗が激しくて頭が針の先端が割れちゃったりするんで、そういうのを防ぐためには結構これつけてます。ゲイルのグラブガードですね。これつけると下手したら1日引き続けることができたりします。まあ釣れるとどうしてもワーム傷んじゃって、まあ1匹に1本ぐらいの感じで変えなきゃダメなんですけど、これつけるとかなり長持ちします。針、これも非常に重要で、この流儀のリミッツ XO を使ってます。なんでこの針がいいかっていうと、これすごいナローゲイプじゃないですか。ここが非常に短い、ゲイプ幅が短いんで、これとこうつけた時にですね、お腹からあんまりこう出ないんですよ。あのワイドゲープだとこうなってここに針先が来るんです。フックポイントがここに来るんですけれども、ワームを反った感じでフックポイントがここに出ます。これなんでここはあんまり出ると良くないかっていうと、あのパッドに引っかかってゴミを拾うからですね。ワームをこう見せて釣る釣りではないんで、あんまりこうゴミ拾っても関係ないという方もいるんですけど、やっぱりこう毎回毎回ねゴミを拾うんだと、かなりこうこっちのモチベーションもなんか下がって邪魔くさくなってくるんで、針はもう僕は毎回これにしてます。で長々と、お話ししてきたんですけれども、一番重要なポイントを申し上げます。この釣りは暑い日でカンカン照りで、晴れた日の昼間、日中に行ってください。朝よりも夕方よりも日中が効果的です。
具体的な時間で言うと、だいたい12時から3時ぐらいまでの間ですね。暑いんで、もう水飲みながら、冷感タオル首に巻きながら行ってください。そういう日に釣れます。